皆さんこんにちは、草木の妖精ジョニーフローラです。今日の動画は今更数年前 YouTube でめちゃくちゃ流行って、もうみんながこぞってやっていたあれをやります。ヒントはこちらです。もうこれ見れば皆さんわかると思います。一発でわかると思います。メントスとコーラ。 I have a Mentos, I have a cola. メントスコーラ。これも数年前入りましたよね。はい。というわけで、今更メントスコーラやります。まあ、私はもうね、正直自分の頭の中では、もう、5年前からもう時は止まってるんですよ。もう5年前から時は進んでないんですよ、私は。なんで、もう今ほんと5年前、もう2010年、2015年、あの頃に、もう戻ったような、気持ちで、やります。では、5年前に、タイムスリップ。はい、皆さんこんにちは。高校生女装 YouTuber のジョニー・フローラです。今日はですね、今流行りのこれ。もうね、私もやります。メントスコーラやります。イエーイ。これね、もう近所の薬局で買ってきたんですけど、まあ、こんなね、メントスとね、コーラがカゴに入ってたんで、ね、多分ね、レジのお姉さんね、こう思ってたでしょうね。こいつ、メントスコーラやるんだ。こいつ、メントスとコーラ買って、絶対こいつメントスコーラやる。絶対そうだ。絶対、流行りのティアンのこいつ、みたいなね。絶対こいつ売れねえわ、みたいな。絶対そう思う、思ると思いますけど、やります。メントスってこれ、オランダのお菓子なんですね。これ、原産国名オランダって書いてます。へぇ。今日メントスコーラやるんですけど、でもただね、メントスコーラやっても面白くない。もうみんなメントスコーラやってるじゃないですか。で、私もそんな真似して、普通にメントスコーラやったって、面白いわけがない。もう再生されるわけがないんで。なんで、今日は、メントスコーラ、口で受け止めます。これ、プシャーって吹いてたやつ、全部口で、受け止めます。で、まあ、まさかそんなことはないと思うんですけど、まさかそんなことはないと思うんですけど、受け止めきれなかった時のために、溢れたコーラを受け止める、お椀も用意しています。やっぱりこう、汚れるといけないですし、こうなんか、食べ物で遊ぶな、みたいなの、食べ物で遊ぶなって、もうメントスコーラでやってるうちに、食べ物で遊んでるんですけど、あんまり汚いことやっちゃいけないんで、私、ジョニーのチャンネルは、まあ、下ネタ厳禁、暴力表現厳禁の非常にクリーンなチャンネルを心がけておりますので、やっぱりこう、食べ物でこう、汚いことをするのは、やっぱダメなんですよ。溢れた時用に、まあ、お椀があるので、これで、全部受け止めますんで、クリーンな、メントスコーラをやりますので、皆さんご安心ください。というわけで、じゃあ、行きましょうか。ちゃんとお椀もここに置いてありますんで。じゃ行きましょう。すごい、今なんかメントスね、こういうなんか絵が描いてありますね。なんかこれ。スマイルって書いてあります。何粒ぐらい、4粒ぐらいでいいかな。4粒って多いです。3粒でしょうか。さあ皆さん、というわけで運命の時です。今から、この、メントスをコーラの中に入れて、吹き出してくるのを、こうやって口で受け止めますんで、全部、任せてください。絶対成功しますから。いきますよ。いきます。緊張するな。初めてメントスコーラ緊張するな。いきます。3、2、1、いきます!まあ!皆さん、汚いところを見せてしまい、本当にすみませんでした。